時計の針は午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM、 ミサヨのふるさと自慢、アジ自慢の時間がやってまいりました。離島甲子園事務局の青木優太さんにスタジオにお越しいただいてます。ようこそお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。離島甲子園って何ぞやって皆さん思ってるかもしれません、はい、青木さんちょっとご説明していただけますか。そこからですね、はいはい、離島甲子園というのはですね、はい、村田兆治さんが、大会提唱者となって、始めた大会なんですけども、はいはい、全国の、北海道の礼文町、礼文島ですね、はい、礼文島から、はい、南の沖縄県の、はい、石垣島までが、はい、の離島の中学生の、はい、野球の大会が、はい、今年は、はい、種子島で行われるということですね、はい、今年でも第11回ということなんですが、投資でだから11年目ということですか。そうですね、そういうことです ね、はい、11年ってすごいですよね。すごいですよね。礼文島から、礼文島一番南は竹富ですね、石垣、はい、石垣がそれぞれ、まあまあ全部の島に行くことないんでしょうけども、何か所かに集まってこう毎回やるわけですよね。そうですね、はい、人数的にはトータルで何人ぐらい集まるんですか。トータルで選手で600、選手で600人ぐらいですか。500人ぐらいですね。500人ぐらいなんですね、はい、でスタッフ入れたりいろいろしますと1000人ぐらい、はい、関係者含めると、はい、なっちゃいしまうんですよ ね。 そうですね。その1000人がまず島でですね、はい、これ条件がやっぱりあると思うんです。例えば1000人が泊まれる島ではなければいけない。で大会も何箇所かに分けてやらないと同時に、ね、はい、試合がやれる、という前提条件がありますよ ね、 そうですね、必要ですよね、最低3球場は必要となります、ね、3球場が必要なんですね、はいはい。まあ、そうなりますと全部の島がねこう参加はしていただいても大会がその島でできる、はい、ということはもう言い切れないんですね。そうですね、はい、大変なことじゃないんでしょうかね。大変ですよね。もう事務局の方々が今度は今年はどこの島にするかとかね、その下調べなんかも大変じゃないですか。そうですね、いろんな関係者の方々と、調整を図りながら、開催地を決めていくと。当然ね、生徒の皆さん、選手の皆さんもメンバーも一部変わっていくわけでしょ、毎回ね。そうですね、毎年、大変ですね。でもね1000人がねそこにお越しいただくというだけでもね、もうなんか元気になりません。いや、なすごいと思いますよ。そうですよね。だから鹿児島県の離島の方が礼文島の方と顔見知りになるとかさ、交流するなんていうのは、まあ、その逆も当然ありますけどもね、そうですよね。すごいことですよね。そうですね、画期的だと思いますよ、もう食事の世話から移動から、はい、このなんていうの、その選手の管理から、はい、もう大変なお仕事なんですが、実は事務局は2人しか動かないという、はい、ね、一緒には行かない、はい、それを回すんですね。そうですね、上の事務局としては、まあ、弊社からは私と、またもう1人で、はいはい、2人でやらせてもらってますね、で行かれてですね、もう当然、まあ、地元でね協力をしてくださる方、はい、あとは協賛してくださる方たくさんいらっしゃると思うんですね、はい、もう大変なことですよね。いやー、すごいことを考えたもんだと思いますよ、村田正刈東方は。村田兆治さんはね、種子島がお好きで、はい、何度かね、はいはい、来島していただいて、もう本当にご指導をいただいてるという話は前からね伺ってたんですが、少々若い頃ね少々若い頃そうですね、ですよね、はい、いいんです、今もご指導いただいてるんだから。青木さんは、この全国 の、 その会、離島の会場を何か所かこう行かれてるわけでしょう、はいはい、そうですね、やっぱり場所ごとに全然また違う部分も当然ありますよね。まあ、そうですね、今回の種子島は一市二町の合同開催なので、はいはい、移動時間が非常に西から南まで、まあ、1時間半ぐらい、ね、かかりますね、はい、なので今回はそういう面で運営面は苦労している部分はあるんですけれども、近ければ、まあ、近いなりの、まあ、大変さというかもあるんですけどね。いや、先ほどね、チラシを拝見したら、決勝戦は宇宙センターの中でやると書いてたんで、びっくりなんですよ。グランドも作ったんですよね。作ってくれました、ね、はい、すごいですよ ね、 すね。この離島甲子園はですね、まあ順位を決める大会ではないんですよね。まあ、そうですね、離島交流中学生の野球大会で、まあ、交流がメインで、はい、やってる大会なので、はい、まあ、島と島との交流、
離島の中学生、はい、まあ、島から出たことない子どもたちとかが多いので、はい、まあ、交流をメインとして、野球の大会をやってます。そうですね、はい、もう本当に素晴らしいことを、ね、やっていただいてるんですけども、村田兆治さんにも、ね、感謝ですよね。そして、まあ、それぞれあの主催講演団体見たら、まあね、国交省をはじめ、はい、それぞれの、ね、お役所やり、企業なりがサポートしてるみたいですから、ありがたいですね。そうですね、うん、はい、一番ご苦労なさることってどんなことですか？まああのまあ、苦労もいろいろあるんですけれども、はい、まあ、最後に、うん、まあ、離島の中学生たちが、はい、あの笑顔、はい、まあ、はつらつとしたプレーを、まあ、見れれば、さまざまな苦労はありますけど一気に吹っ飛ぶような感じです ね、ね、そこからね、はい、この中学生の離島甲子園の中からですね、はい、将来のプロ野球選手が出てきたりすると、うん、まあ嬉しいことですよね。そうですね、はい、だから、あの、なんだ、甲子園の高校野球とまた違って中学生なんで、また少しね、はい、一生懸命さもまた違ったりするんでしょうね。そうですね、まずあの本島にの高校に出て、まあ、甲子園目指すっていうのが、はい、まあ、第一になるかもしれないですね。そうですね、はい、でも楽しいでしょう ね、見てみたいもんですね。見てみたいです ね、これがですね第11回、全国離島交流中学生野球大会、これが交流中学生野球大会っていうんですよ。あ、でこれ離島交流中学生野球大会、離島正式名称ね。そうなんですね、はいはいはい、これが8月の7日から11日までの熱戦なんですね。マサカリドリームス野球教室なんていうのもあるから、なんか、ね、OB の方がこれ参加してくれるんでしょ、はいはい、今年は、袴田さん、元ロッテの袴田さんと元西武の鈴木健さん、おあららら、すごいですね、はいはいはい、最終日決勝戦が終わった後に野球教室を、2時間から3時間ぐらい、はいはいはい、やっていただきます。いや、野球少年プラスお父さん、うん、喜ぶと思いますよ。お父さんお母さんもかもしれないじゃん。いや、まあ、そらそらそらもうこのプロ野球の選手も、はい、元、まあ、元ね、はい、プロ野球の選手の方からのご指導をいただけるということで、はいはい、励みにもなるんじゃないでしょうかね。まあ、そうですね、まあ、素晴らしい選手のプロの方々を見て、はい、まあ、そこを目指して頑張るという、はい、まあ、村田兆治さんなんかね、はい、本当に私伝説の人ですから、うん、ね、マサカリって何を言ってるんだろうと最初思いましたね。分からなくて、はいはい、投げ方なんですよね。フォームがね、フォームがね、でも、まあ、マサカリ担いでるわけじゃないけど、でもまだまだこの間テレビで村田さん、村田兆治さん、1イニングぐらい投げたのかな。フォームを見たら、皆さん喜ぶんじゃないですかね、うん、懐かしさもあって。そうですね、はい、まあ、大変なご苦労だと思うんですが、青木さんはね、ご出身が埼玉県だそうです、はい、離島とは縁がなかったんでしょう、はい、全くないですね。ありがとうございます。まあ、いろんな離島でですね、おいしいものもたくさん食べていただいて、はい、ぜひですね、そこの、地域をますますこの離島甲子園で盛り上げていただいてですね、活力、活性化には間違いなくなりますからね。そうですね、人が入れ替わっていくっていうことで、交流するということで、まあ、大変なお仕事をなさってますけども、はい、ますますお元気で、もう、そうそう、ね、もう大会が目前だから、うん、8月7日って間もなくですよ。今回は23校、はい、っていうか23頭ですかね。そうですね、合同チームなんかもあると思いますので、はい、参加ということなんですが、ぜひ応援に駆けつけてほしくないですか。はい、もちろんです、ね、はい、種子島の人たちももちろん応援行く、今日も島の人たちが聞いてくださってるようです。ありがたいですね。ありがたいですね。で、この全国の方に向けてですね、はい、ぜひ応援をしていただきたいというメッセージを秋さんの方からいただけますか。はい、はい、今年も離島甲子園種子島で、中学生の、熱い戦いが始まります。ぜひ皆さん、種子島に足を運んで、応援しに来てください。よろしくお願いします。いいですね、はいはい、次回はどこですか。次回はまだ言えないです。あ、そうですか、はい、ちょっと何言ってんでしょうね。まだ今年が終わってない、始まってないんですよ。一人ごとです、一人ごとね、はい、無視して大丈夫です、はいはい、ぜひね、また来年のね、まあ、開催が決まりましたら、はい、ちょうど今ぐらいに ね、そうですね、またぜひ青木さんお越しいただいてですね、はい、またそこの島をね、
元気づけることも私たちもできたら嬉しいなと思ってますので、はい、ぜひまたご連絡をさせていただきます、はい、よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、もう大変なお仕事をなさいます、一人でも多くの人たちがですね種子島に出かけていただいて、応援をぜひお願いしたいと思います。第11回全国離島交流中学生野球大会2018年8月の7日から11日までの大会でございます。ぜひ出かけていただければなと思います。本当に本日はお忙しい中お越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。